はい、え、それでは、えー、時調査、えー、ローズステークス始めます。はい、その前にも、ちゃーちゃーあかんねはい、土曜日の分、吐き出し。もう全然吐き出し。どこかもう、大吐き出しだこれ。はい、セントール、えー、ファイニードル本命一着はいいんですけど、それだけ。 はい、できませんでした。<laughs> えー、えー、っと、まあ、前、えー、フィドゥシア、えー、エラバーズポイント、えー、あと、アルティンブラッド、えー、全部死にましたんで、えー、ファインニデドルだけですね、唯一前で粘れたん、強いですね。 えー、もう展開ハマってもうたダンスディレクター、あるいはラインミーティアはもうごめんなさいですね。ダンスディレクターも京都でやったのにもう阪神で来てもうたし、ラインミーティアはちょっともうごめんなさい、これもう。先直だけか思ってた、これも。ミーティー言てんけどね。西田さんなんと2着おめでとう。西田さんサマースプリントですか、これ。西田さんじゃないね。えー、ラインミーティアですね。わあもう一回ミーティーやったか。 <laughs> うわもう一回ミーティー言うててよかった、これ。すいません。はい、次、オータムハンデ。えー、こちらは、対抗のグランシルクが一着。いやー、ははそうか。いつも通り、本命対抗の単勝ちょろこっと買うと言ってよかった。でも、たらればやから、もう言わんどこも。これは言わんどここれ,んどこ,これは言わんどこも。もう言わんどこ、これ。 うーん、しゃあないですか。本命、えー、ボンセルビーソで1枚あったんですけど、えー、結局、ボンセルビーソは完全にボンセルしに行きました。もうどっか行った、これ。すいません、もう4コーナーとこう、過ぎてからどっか行きました。えー、あと誰行きましたか。えー、あダノン・リバティとガリバルディですかガリバルディ、もう、<laughs> そうか。そうか、そうか、ガリバルディか。うーん、そうか、この舞台、前、 あれしたら、後ろ、届くで言うたら、後ろ届いたね。そうか。マルタアポジ4着やから、まあ、そこまでも厳しなかったから思ったけど、思ったより前が死んでった。んで、こちらも思ったより早かったんです。ぎゃはい、えー。グランシルク2着に、リバッティ ?2 着リバッティリバッティリバッティ。そうか。あの週あれやもんね。 完全に知事権ミスプロずっと来てたからね、日曜日。もうやんどこ、もうこれ以上やんどこ、もうしゃあない、こ,のもこなんな、こんな、もうしゃあない、こんなん。終わってもったことはこんな、こんなんもんしゃあない、ほんま。ほんまにでもき、日曜日はほんまにな。ほんまにずっと知事権ミスプロばっかりやったんこれ。もう、もうやんどこ、もうやんどこ、もうダノンリバティしかおらんかったってことやんどこ、もうこれ。な <laughs> んと街頭版。ダノンリバティのみでした。超いいじゃこれ。 すいません。日曜日にそれやられても、もう放送の後なんです,すいません。もう,もうこれ以上なんなか、もうこれ以上。もう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 や、もうはい。はい、もういいですわ。はい、ロードステークス行きましょう。はい、えー、っとー、なんかあったかないや、なんもないね。ロードステークス3歳ですか。シオンステークス続いて、えー、クラシック前哨戦、えー。ロードステークスセントライトですね。はい。 ねよろしくお願いします。まあね、えー、土曜日、せっかくちょろっとね、えー、来て、ああ、まあまあ、いいスタートでしょ、うと思ってたんですけど。えー、もう日曜日向かった、これもう。もうちんよ、これ。もうずーっともう、方針状態だった、俺も。もう目なかった、俺。うん。多分目の中、目んも繰り抜かれたぐらいほんま方針状態だった、俺。日曜日だった後。はい、すいません。今週立て直すんでよろしくお願いします。立て直せるんかな無理かもしれんね。地震喪失。 はい。まあでも、セントライトもやりますし、えー、終始見ときましょうか。えー、出く前に、えー、っと、ちょっと待って。見えて、見させて。はい、見させてください。えー、もうダメですね。シオンステークスでちょっと帰ってきたから、まあ、これからですかと思ったらもうダメ。うーん。でもやっぱりあれやね。5等選んで2等ぐらい来てくれんの話だな、んか。らやっぱ、単勝だけやめときましょうか。はい。やっぱ5等中2等ぐらい来てくれんのダメですね。もう2回言うとこれ。はい。 はいということでこれからも頑張りますんで出走行きましょうレッチャゴーはいえー、それではローズステークスですねこちら出走、えー、を見ていきましょうか事前調査はいえー、こちら選手のシアンステークスに続いて3歳の女の子の前哨戦となっております で、えー、こちらの方がね、前回紹介した通り、えー、まあ、明らかにレベル高いレースになるんで、大体、オークス組がこっち来ること多いって、はい、えー、まあまあ、レベル高いんですけど、えーと、その中でですね、ソウルスターリングいませんっていうレースなんで、あらかじめご了承ください。オークス場は毎日おうかん行くみたいです。はい。で、この舞台ですね、まず注目すべきはあれですか、えー、オークス組ですね、その、はい。 オークス組、えー、成績どうでしょうって調べますかまず皆さんここ調べますんですかはい。調べますんですね。多分。で、えー、こちら、えー、オークス組、えー、過去10年でザクッと見ましたらね、えー、8、5、1、34! うーん、そんなに突出してないんかなしてるんかなちょっとパーセンテージは多分ね、計算できません。まあ、発症してますし、オークス経由。まあ、そゃそうでしょうね。はい。ここ説明するまでもないです。ただですね、H5 過去5年ね、ザクッと見たんですけど。はい。えー、っと、この舞台ですね、過去5年、ザクッと見ました、ね。2回言うた。はい。 えー、去年、えー、オークスバー、シンハライト1着は来ましたよ。ただ、2、3着、こちら、オークス経由関係なし。はい。2年前、えー、ミッキークイーン、オークスバーですね、えー。来ましたよ。ただ、h 三3着はのこの2頭は、えー、確か、オークスから来てません。はい。三、えー、3年前、はい。オークスバー、ヌーボレクロト1着、えー、ただ、2、3着も同じく、ここ、 関係ではございません4年前、えー、こちら、えー、オークスバの名ジャンマンボ4着、えー、あるいは、えー、オークス系、デニ・マンデルビー、えー、1等確かに1着来ましたけど、2着、3着、サトー・ブランシュ、えー、ウリウリは、該、え、当、ー、しません。5年前、5年前は、えー、ジェンテル・ドナ・ブレシーナ、え、そのオークスバワンツーで決まりましたけど、3着ラスベンチュラス、えー、こちらは該当しておりません。 ということでですね、えー、ざっくり調べた結果、ま、かまあ、デニ・マンドルビーとビル・シーナはちょっと、えー、まあ、ドとしてですね、その他のレース。えー、オークス馬・バ、え、は、ー、馬券、ね、ほぼ、ほぼってかもう、パーフェクトかメーションマンイがパーフェクトかはい、えー。連帯してますけど、えー、その他のね、紐絡みがね、えー、ほとんど絡んでるかっていうと、オークス関係の馬は絡んでおりません。 ということで、今回、えー、もう超イージに考えて、まあちょっと各5年でしか調べてないんですけど、えー、オークスバのソウルスターリング、えー、街頭バが今回出走しないと。ということで、モズカッちゃん以下のこの、えー、オークス系組ですね。えー、そこまで思っきりね、ぐりぐりに印を打つ必要はないと思っております。はい、ここ独断と変形入りました。はい、モズカッちゃんもね、確かに人気出そうなんですけど、 え、まあ、ソウルスターリングからね、1と3、4分の3バシ離れてますし、えー、この舞台確か砂巻かれてね、言った通り、内、えー、が有利やったし、もう完全に内ラジちで、えー、ロスなく回れてたんで、展開は恵まれてましたと。かといって、3着などもやみえびね、大外から強かった競馬でしたけど、えー、これもね、ソウルスターリングから考えるともう3バシに4バシに離れてますんで、ちょっとこれ考えると、えー、2着以下、まあ今年の貧乏レベル高いって言われてましたけど、 そこまで分厚く印を打つ必要ないかなと思ってます。それはまあ相手にしても全然構わないんですけど。はい。まあ4着のね、ディアドラ、えー、こちら来てますよってね、シオンステックス勝ちましたよってね、えー、言われますけど、えー、そのディアドラは、えー、じゃあ逆に、えー、このオークスが直行しましたかっていうと、えー、ちゃんとその後、オークスの後ね、ちゃんとここで証明してるんですね。3歳以上このコバに、えー、相手に1000万勝ちましたっていう話ですうわ。はい。 ってこととででオークス系ではないと一応ね力の強さを証明したあとでもうシオンステークス買ってるんでオークスはもう、えー、成績度,度外視は言あれですけど、はい、直結はしていないと。はいで、えーまあ、このオークス組の中で、えー、印はちょっと今ね決めれないんで、まあ、一応、えー、リス・グラシュー等とか・トートが阪神強いっちゅうんで、まあ、一応印もずかっちゃん。 ちょっと広めを出してもらいますね。えー、阪神戦8ですよね。まあまあ、それはまあまあ、おオークス、まあは、出走してるでしょう。まあ、大菓子も確かに駅や場所だしとったか。まあまあ、ある程度強いんでしょうけど。はい。これぐらいしときましょうかね。オークス組からは。あとはちょっとごめんなさい。えー、っと、日勝馬はちょっと、今んとこ、オークス組、日勝場はちょっと今んとこオークス組日勝場はちょっと今ハっテラなんでごめんなさい。ここまでにしときます。で、えー、今、まあ、これだけじゃね、我々のミネルも入れときましょうか。まあ、これだけじゃちょっと今、えっ、ー、と、 ちょっとね、面白くないんで、こっから本ちゃんですね。はい、えー、特注は関係、えー、打っておきましょう。えー、まあ、カラクレないとかもね、ちょっと、えー、この阪神1008年、ねえー、まあ、1六0 6 0 0 4とかで、えー、実績あったんで、ちょっとはてなですね。で、それ以下がもうね、ほとんど、えー、2000万以下、えー、が続きます。で、どっこいどっこいなんですけど、その中でちょっと注目したいまあ1投目。 はい。えー、まずこちらですね。もうちょっと本命打っちゃおうかなと思ってるんですけど、以上残念、本、暫定で本命打っておきます。おそらく一番人気なんでしょうけど、はい。ファンディーですね。はい。ファンディー一応本目打っておきます。えー、きツキ確かここ、えー、砂のサツきショで紹介して結局7着破れてもうたんですけど。まあ一番人気を抑えながらよく頑張りましたと思いますわ。うん、頑張りました。うん。これは頑張りましたよ。うん。 ちょっと厳しかったかな。早、え、い、ー、ボバー相手、男の回転に。まあね、時計が異例に早かったんでね、今年。はい。えー、7着、1分58秒3と。はい。まあまあまあ、よく頑張ったでしょう。アルワイン、ペルシア、ナイト、ダンビュライトとか、まあまあ、さすがに強い馬ですもんね。で、レイディオールとか、スワブリチャード思ったんでね。これはしゃーないでしょ、ね、7着やったらよく頑張った方ですわ、男の回転ねしかも中山2000なんでね、距離延長してるし。はい。 で、このままのベストちょっと捕まえてませんけど、まあ1008で参照してるんで、まあまあ阪神1008来たところで問題ないと思いますね。中山10084コーナー使っても勝ってますし、まあ今回ワンターンの舞台なんですけど、えー、坂答えんとこミス証明してますし。なんと言ってもね、まあ、えー、フラワーカップ圧勝してるんで、まあそれはまだ圧勝してたんですけど。うん、悪くないと思いますね。全然本命に戻し、印打ってももうええと思います。で、この舞台やっぱり、えー、なんと言ってもディープサンクなんで。 ちょっと、えぇ、ー、ね、素足発揮する、えー、ディープじゃないんですけど、まあ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 、えー、この舞台、えぇ、ー、阪神戦八、えー、外回り、えー、ね、後ろからぶっ刺してくるんかって言われると、えー、意外とね、この舞台、あっと、えー、逃げたりとかしたものが結構活躍するんで、 はい。そういった意味でもですね、え、ここファンディーナのが、えー、が一番ディープサンクの中で向いてるかなと、もう実績からね、能力借りてもやっぱりここファンディーナ全然お印としても問題ないと思いますね。はい。女の子相手にもう一回リベンジということで、ね。頑張ってください。男の子の G1 やったんでね、さすがに3歳、えー、世代、同世代というよりでもね、ちょっとやっぱレベル高かったんでしょうね。はい。はい。ファンディー本命。ここもそんな考えることないですね。超維持に考えます。はい。 で、えー、もう一頭二頭ぐらい、えー、対抗特注箱候補打っておきましょう。えー、ちょっとね、対抗、どうしようかな。星印か迷ってるんですけど。ちょっとさすがにあれかな。オークス組を経営しすぎたらまずいんかなと思ってるんですけど。一応、暫定で対抗打っておきましょう。はい。ミリッサですね。うん、ちょっとダイヤメジャーってとこで、ちょっとハテナ浮かぶんですけど。えー、前奏か距離延長。はい。 ただ、えー、こちらも超イージー前回のシオンステークスでも言えました。はい。普通に、えー、ね、もうさっきもちょろっと言ったんですけど、えー、小コバ相手、3歳以上1000万勝ち上がった馬はい。こちらです。はい。ね、先輩たちの1000万クラスに勝ったま3勝馬ですね。こちらが超いい字ね。3歳オープンで勝ったハローユニコーンね。忘れなぐシ賞でしたっけ。 こちらで買ってね、えー、3歳オープンで勝ちましたよって言うんですけど、えー、3歳のオープンと、やっぱり3歳以上1000万クラス。そりゃ3歳ね、歳以上1000万クラスの方がやっぱりレベルは高かったと思います。はい。ね、向こうの方が賞金上なんでね、大体ね、い、え、ね、ー、競馬勝ちった方が見たらね、あ賞金上の方が参照の中でもいいんかなと思うんですけど、はい。3歳のオープンってそこまで勝ちないんでね、やっぱりね。そう考えるとやっぱ3歳で1000万、3歳以上の1000万ですね。えー、こちら買った方が良いかなと。 で、えー、この時、えー、中京で、えー、勝負したんですけど、えー、まあね、前前もう、オーマイガイが逃げて4着、えー、タガノカムイがもう5着、前で粘ってるんで、シスターズも前で粘ってます。で、2着のイレーションも前で粘ってます。ロードプレミアムもある程度前です。もうこんだけ前々の高速、もう1分32秒7ですわ。もうこんだけ時計早い決着で、えー、一1頭後ろからぶっ刺してきましたわ。はい。もうね、もうこんだけ足だったらもうビューティフルですわ。 何が、うん、ビューティフルだこれ。うん。ちょうどビューティフルだった。えー、外から一気でしたね。素晴らしかったですね。上がり34秒。えー、中京のタフなババア関係なくも余裕でしたね。はい。もうこんだけもう先輩方に勝ったらもう文句ないでしょ。えー、まあ先週のディアドラみたいに、まあ抜群に強いとは言いませんけど。はい。とりあえず能力高いと。で、まあ3勝馬。えー、まあ2投もう1等おったんですけどね。誰でしたっけあれもう1等おらんあれごめんなさい。すいません。もう1てませんでしたか。あれミスだけやった。あれもう1 と山椒あった気がするんだけどね。ハロウィン2じゃなくてあ名称笑いね。チェコポッすいません。すいません。1 5 0万はい。こちらも一応追っておきましょうか。しるし、こちらを一応特殊場っ徳島うか星間ぐらいにしておきましょう、えー、買おうか買わんかぐらいにしておきましょう。はい、こちらも一応山椒魚です。は、うん、ちょっと、えー、ミリスさんに比べたらちょっと内容を取ってたんですけど、まあ,まあ一応ちょっとね,ね。波もあるんですけど。 はい、えー、4ヶ月休じっくり休んで、一応、えー、新潟戦6で、えー、前つけて押し切る、まあまあ強い競馬やったんですけど。まあこちら、どっちかというと内容を考えたらミステールちょっと劣るかなということで。まあ一応3勝はってことで、えー、選手も結局ね、えー、ディアドラ強いですよって言って結局ポールバンドルね、間違えて私切ってもうてね、結局切ってもうたんでね、そこのワイドでよかったんですけどね。えー、ちょっと血迷った結果やったんで、ちょっと今回も後悔せるよう、ね、に、名称は一応押さえておきましょう。で、 えー、ミリスさんの方、一応まあ、なぜその内容強かったっていうか、もともと能力高いのもありまして、まだ6000名で若かったっていうのもあるんですけど、はい。えー、なんといってもですね、えー、このまま、えー、大メジャーはま、無視して、お母さんですね。シン・ハリーズですね。こちらも超イージですよ。超イージーですわ、これ。はい、シン・ハリーズ誰ですかでも去年、シン・ハライト買っとるんや、この舞台。超イージーやもう お母さん、お母さんの血が強いわ、これ。はい。ね。アダマスブリッジボーバーやけど、その前、リラバティ。リラバティですよ。はい。実はリラバティ、ローズステークス。ね。馬券絡んでるんですね。はい、見ておきましょうか。はい、ローズステークス、えー、三着。もうここや。もうここやね。 ローズステークス出走したこのシンハリーズの子供。今、ガイトバ2頭しかいません。はい。リラバティとシンハライトのみ。で、どちらも母親違うんですけど、どちらも馬券絡んでます。はい。もう超維持はい。今年も絡んでください。で、イメージャー関係ありません。もう。関係ありません。そんな、そんな関係ないはい。頑張ってください。もう超維持です。三勝馬。ね、コバ相手に買った三勝プラス、お母さんがシンハリーズ。もう超持じゃもうここだけで、ね、もう。 はい、えー、ファンディーナ。ちょっとね、えー、今回、オークス経由をちょっともう、もう非常に軽視しすぎましてね。また後悔しそうなんですけど。まあ、面白い目線から言ったらこうかな。えー、ファンディー。まあ、ファンディーはまあ、多分皆さん買おうと思うんですけど、ミリッサですね。ここがちょっとやっぱ強いかなと思ってます。人気もまあまあ出そうなんですけどね。まあでも、アドマヤミはミリス暮らし、モズカッチャン。 レーヌミノルぐらいオで、オークスに、えー、あと、大箇所ですね、人気やかした馬がおるんで。まあ、ここら辺がね、人気出たら、えー、ミリッサ、5、6番人気も落ちるんで、全然ええと思いますわ。ね。も、ま、う、あ、ファンディーナーは多分一番人気でしょうけど。ミヤビ、リスグラッシュ、モズカッチャーに多分2、3、4番人気で多分争うでしょ ?5 倍から8倍ぐらいかな。じゃあもうミリッサ10倍の、えー、6番人気ぐらいになりますわ。レーヌミノルもおるんでね。そうなったら、ちょっとミリッサー美味しいかなと思ってます。 はい。ここぐらいにしておきましょうか、紹介は。はい。ということで、えー、本命ファンディーナ対抗ミリッスでまず超暫定ですけど、えー、ちょっとオークス組若干軽視してます。ということで、紹介しておきましょう。はい。以上で終わります。この後、セントライドキネマよろしくお願いします。はい。ありがとうございました。